スノーマン、佐久間家、をずっと見ていたい。綱シャチにドラマ班と供給方でファン悶絶。今注目のトレンドワード、329。7月5日にスノーマン、佐久間大介さんがインスタライブを実施。ネット上で大きな話題を呼び、ツイッターでは、佐久間家、というワードがトレンド入りを果たした。一体どういう意味なのか、早速見ていこう。黒丸プライベート感が満載のインスタライブにファン歓喜。実はインスタライブを行った7月5日は、佐久間さんの誕生日。誕生日を迎えた佐久間さんは自宅からインスタライブを行ったのだが、自宅配信ということもあり、プライベート感が満載の配信となったよう。佐久間さんの飼い猫である綱とシャチが登場するなど、視聴者たちが癒される場面が多く見られた。ちなみに飼い猫の綱とシャチは、保護猫を引き取り2022年から飼っている。佐久間さんの溺愛ぶりはテレビでもたびたび取り上げられるなど有名だ。